はい、どうも、こんにちは。これはね、マグマグですかね。横浜流星ですね。破滅型、望む深い心の闇。低視聴率男、爆死なんですね。の烙印で絶体絶命。アイドル俳優からの脱却を目指すも待ち受ける高い壁だそうですけど、横浜流星くんの話ですね。これが広瀬すずちゃんと松坂桃李くんとダブル主演する、広瀬すずさんと松坂桃李さんが主演なんですね。ダブル主演。2022年の映画、公開予定の映画、流浪の月っていうんですね、に出演することが発表されたと。で、これで横浜流星君も共演すると。自分の殻を破りたいという意気込みを強く語った横浜流星。この言葉の裏にはアイドル俳優として作り上げられたイメージを脱却したいという強い思いが込められているっていうことですね。この話自体はちょっとあれなんですかね。誘拐事件とかなんかそういう闇がある事件ってことなんですね。で、横浜流星君を自粛中に、自粛ってコロナで自粛した時かな、これは。自粛中に原作に出会い、とても考えさせられた作品のリー監督をはじめとする素敵な方々と共に作ることができ、この上ない幸せを感じるといった上で、とにかくリー組に全力でぶつかって僕の中にある殻を破ることができたらなと思っています。激しい役らしいんです。まずなぜそういうことをするのかというと、横浜流星君の芸能界の人は2009年の栄光ゼミナールの、CM らしいですね。だから意外と古いと。その後、出世作は2019年の F カキョンとの、初めて恋をした日に読む話ですね。で、これで髪の毛をピンクに染めた不良高校生で、胸キュンものですよね。女性視聴者たちにも虜にさせたと。で、ここでブレイクしたと。以来、コンスタントに主演、ドラマに出演し続けている流星で、主役は2番手のポジションが多いと。しかし、実はどれも視聴率が悪いらしいですね。パッとしないみたいですね。清野菜名さんとダブル主演した2020年の白でも黒でもない世界でパンダはありましたね。ただ僕もね、これね、あんまり見てなかったですね。期待はしてたんですけど、ちょっと面白くなかったです。平均視聴率が8.1%。同年の8月期に、浜辺美波とダブル主演した私たちはどうかしてる。まあそうですね。これもね、8.9%と。成功を収めたと言います。これ僕もね、これもね、途中でね、離脱したんですよ。それで、さらに4月から放送した着飾る子には理由があってね、これね、川口春奈さんのね、8%と軒並み1桁。そう。これもね、いまいちね、パッとしなかったっすよね。ボス恋の後だったんですよ。これは僕も見ててパッとしない理由としては、なんかね、やっぱ横浜流星君のキャラと違うんですよね。ミニマリストの役なんですよ。で、川口春奈さん自体はインフルエンサー。だからミニマリストとインフルエンサーってなんかこう嫌じゃないですか。なんか見る側が共感できないじゃないですか。感情移入できないですよ、どっちも。で、おまけに共演した向井理に話題を持ってかれてしまうこともしばしばあったと。向井理さんもね、この人も結婚してますけどね、かっこよかったっすよね。横浜さんはずば抜けた演技力があるというよりは、どちらかといえばアイドル俳優というイメージが強い。でも、結果が伴ってこないので、一部の関係者から数字が取れない若手俳優として認識されているようですね、と。なので、横浜さんにとって今踏ん張りどころでしょうね、ってことですね。もちろん視聴率が全てではないが、人気を表す一つのバロメーターであることには変わりない。そこで横浜イケメン俳優からのイメージ脱却を目指すために、少しずつ路線変更を図っていると見られる。今回の映画、流浪の月のオファーを受けた背景にそうした事情もあるようです。横浜さんが自分の殻を破りたいと語った理由が、まさにそれ。これまで演じてきた少年っぽさを残していくや、爽やかな王子様キャラからは徐々に卒業していくことになるでしょう。低視聴率俳優というレッテルを変えるために、まさに今が勝負どころ。出演がコンスタントに続いている間に、自身の代表作とも言えるドラマを生み出したいはずだって。これちょっと、なんだろう、僕が思うにですよ。横浜流星君って、ピンクの髪の時で、あ、かっこいい子が出たなって思ってたんですよね。多分その時まだ若かったですよね。今も若いんでしょうけど、
今よりもっと若いじゃないですか。今横浜流星24か。この前の聞かざる恋で見たときに、あれ横浜流星ってこんな顔だったっけってちょっと僕思っちゃったんですよ。もうちょっとイケメンじゃなかったかなっていうね。なんかそんな感じに見えたんですよね。色気っていうんですかね。なんか大人の男の色気っていうのがついてきてない気がするんですよね。まあ、例えば佐藤健くんとかってやっぱ人気ありますね。もう30超えてね。やっぱり若い時と今とじゃ全然見た目が違うですね。オーラとかもね。それはもう年とともにだんだんもう身につけてきてる、その男の色気みたいなのがうまく乗ってきてるんだと思うんですよね。そうなるとやっぱり年相応のかっこよさが出てきて生きるんだと思う。人気も出るんだと思うんだけど、横浜流星くんってやっぱりパッと出た時のそのピンクの髪の時のイメージはボンと強いんですが、あそこから出るたびに僕の勝手な個人的な思いかもしれないけど、なんか劣化してる気がするんですよね。カスタマイズされてくじゃないけど、なんかそういう感じのかっこよさになってかないのがちょっと歯がゆいかなっていう感じですかね。なんかこうやっぱりね、10代の頃と20代今半ばぐらいになってきたら、やっぱ20代半ばの男子の大人の色気もありつつあどけなさも残してるみたいなかっこよさがあると、まあ、ちょっといいのかななんて思うんですが、まあ、ちょっと流星くん今中途半端だなって感じ。そこでいて演技がそんなに上手くないっていうところもあるので、例えばワンクールを通してみると最初かっこいいんですよ。こう見慣れていくと、なんかなんつうんですかね、見慣れていくとあれっていう、なんかあれちょっと残念かなって思ってしまうようなタイプの、見てけば見てこうワンクール通して見てくほど味があって良くなってくるなって。多分モネちゃんなんかそうなんですよね。最初はみたいな感じだけど、だんだん見てくうちにあれ実は可愛いんじゃんっていう発見がある人ってのもいるじゃないですか。なんか流星くんってパッと見はあかっこいいかなっていうオーラがあるんだけど、見てって慣れてくとあれそうでもねえかなっていう、なんかそこなんかなっていう勝手に僕の解釈ですけど、でなんかそこをずっとワンクール保たせれるような、逆に発見で、あ、こういう部分かっこいいじゃんと思わせれるような、なんかこう味みたいなね、男の色気とか味みたいなのがついてきたら、完璧なんじゃないかなってちょっと勝手に思ったりしてます。野獣馬的な意見ですけど。まあそんな感じです。ではでは。